だから別にほら分かんないから分かんないけど今が疑わしくてやりたくないから書いてみたいなっていう感覚だけなんですけど、うん、だからもしご主人が面倒だったら同じ路線で行ってもあるよね。どうせ自分で受けてないんだから、ご自分のもし個人の部屋っていうのがあるんだったらそこに小さなお寿司、はい、本当にお寿司、あの人連れていかなきゃいけないってこと？いやいや違う違う、別にいいんです、黙ってなくても。なんか面倒なことを面倒くさいって言うんですよ、うん、だから私が代わりにやる分には何でもないから、それは言うことは言えるんです。ただ気をつけな、気をつけな、あのね、間っていうのはそのいざとなると本当にね、牙向いてくる時あるから。今まで何ともなかった人がその学会の温存を変えるった途端にね、人が変わったみたいにやめろって、何考えてんのお前はってなる場合もあるんですよ。それよくよく見極めてやんないと、今までそれで何人か潰されてるからね、まさかあの人がっていう人が。